はい、どうも徳さんです。はい、市場本日はですね、はい、先日 SWPC ジャパン VS インターナショナルということを、うん、徳さん TV で配信しましたけども、実はあの日2試合行われてまして、はいはいはい、はい、で2試合目に WPC の中国代表候補の劉投手という、はい、方が投げてきてくださいました。で今回は、その劉投手と、徳さんの、まあ、バトルと歌でしたっけ。いやいや、まあ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 、まあ、そう、竜投手、武蔵ヒートベアーズ、あ、そうそうそう、ね、あの去年まで在籍して、はい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 、ガチガチのプロ野球選手ということで、はい、もうそれが随所に詰まった打席となってるんじゃないかというふうには思いますので、まずご覧ください。はい、はい、これ2試合目、はい、2番ファーストで出たわけで、ファーストの期間もなかったんですね。実際あの国際試合のテーマありまして、はい、まあ、球強いということで甘い球にしっかりと対応していこうと。ということで、これ劉投手ですね。甘い球が来ないんじゃないですか。いや、そうなの。だからこそ甘い球を打っていかないとヒットは出ないなということだね。はい、厳しいボールだってあのヒット出ないからさ。うん、これ後ろに、ね、あの兄貴がちょこっと座ります。兄貴も見学に来ました。見てる、うん、お、角度あるね。角度あるのよ。で、この時にやばいなと思って、だからもうよりちょっと力負けしないようにちょっとバット短く持とうっていうね。指1本分短くしたの。意識が出てますね。初球でも変化、ちょっとカット系だったかな、うん、カットあるなっていうね、もう本当に負けない負けないって感じ、もう直球系来たら打つよっていう、その準備しかしなかった、この時は。お、あれ、おお、あれこれを逆方向に持ってきましたよ。これレフトめっちゃ足速くてさ、わーやぶねえ思わず取れる、すごいよね。おめでとう。おお、そう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 、2つか、これツーベースっていう、ね、形になりまして、どういうことですか。いや、あのね、タイミングはドンピシャだったんだけど、ちょっとスローで見てください。はい、来ましたよね。うん、ストレート系、まあ、ファストボールだよね、いわゆるね。で、これを真ん中付近、よし真ん中来たと打ってんだけど、若干刺されてる。そうですねやっぱね、この時も140くらい出てたかな、多分。重いなと思った、何より。なるほど、重いなっていうね。いい流れできてますよ。そう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 、早速結果でヒットっていう形で、まあ、2打席目あったんですけど、これが非常に内容の濃い、2打席目にはなりました。ちょっとタイミング合ってないですか。そう、間がね、すごいゆっくりなの、ここからゆっくりドンっていうね、間、うん、っていうのもね、あの国際試合ならではだよね。うん、日本人どっちかと合わせやすいピッチャーが多い。ミスショットだったんでね。でこう狙った時ほどシャープにっていうことはテーマでずっとやってんだけど、うん、まあ本当にこれちょっとだったと思う。タイミングは完璧だった。ドンピシャ、本当にちょっとだったと思うな。ただピッチャーの球威が上回ってるからね、こうなるんですよね。しかし捉えなかったです。そう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 、これはワンツー、でこれで、ツーボールワンストライクですね、形になりまして、でね、緩急っていうことではなかったんだけど、これ、外かのボールから入ってくるカットボールです。はいはい、外で動いた。ああ、そうきますかっていうね。でこれやっぱり外側はちょっと意識があったんだけども、これが、あれですよ、世界を感じたクイックでインコースクイックでインコースのカットっていうねこれマジ140ぐらい出てんじゃねえから、超速かったんだよ。急にクイックそうなんですそしてこのインコースのカット、手出ずっていうね。これはこれはこれちょっとね、まともな強さ、速く能力、いやもう脱帽です、お見事っていうね。お見事、帰ってきました。いやもうこれ3打席目ね、ちょっとあのセンターカメラちょっと切れてしまいまして、ツエン2です。ツエン2から今度外のツーシームで見逃し三振です。ありがとうございました、本当に。はい、はい、というわけで、1安打2三振ということで、ゴムって言っていいですか。まあ、僕の勝利ですねいやいやいや、やっぱりね、インコースのカット、あれは本当にね、ちょっとびっくりしました。世界レベルですか。ああいうクラスのやっぱピッチャーを打っていかないと、私自身も本当の草野球の日本代表とは言えないんじゃないかなって、ちょっと深く反省をしましたね、やっぱりね。まあ、今回その歴史的な一戦となりました、はい、今回の試合、ね、ワクワクしましたよね、見てて、うん、本当に世界のプロフェッショナルな選手と、うん、日本のアマチュア選手、まあ、中んずく草野球という、はい、本当に底辺の
その選手たちと、まあ、ガチンコのバトルをしたっていうことで、うん、でまあ SWBC ジャパンにはなんとかですね、うん、尽力してもらって、来年以降もこういう大会がね開催して、もらえると嬉しいなって思います。続けたいですよね。出たいでしょ。もちろんもちろん対戦したい。たまたまちょっとあれでしたけどね撮影にもありましたけどたまたまね、たまたまいつでも、うん、インターナショナル側でもまあその SWBC ジャパンが実は今回、うん、トライアウトをまた、開催するということで、で11月の30日もなく、関東 SWBC ジャパン関東のトライアウトが開催されます。なるほど。一部と二部があったかな。ちょっと詳細は、テロップとまた動画概要欄に、はい、ホームページの載せておきますけれども、我こそという人はぜひぜひね参加していただきながら、ね、野球がしたい、野球が大好き、そして上手くなりたいという人をぜひぜひといういろんなねこうジャンルの中で、軟式野球のね、うん、普及活動を SWBC ジャパンしていて僕も非常に充実してますので、できる限りへばりついていこうとそうですね、いうふうに、思って最年長ジャパン最年長ジャパン我こそはと、または野球が大好きでたまらないという方は、はい、交流なども深まりますのでぜひぜひトライアウトを参加してみてください。ちなみにその日の夕方から、SWBC ジャパン A 対 B イエスイエー下克上です。紅白戦ということですね。まあ打ちまくろうと。いやいやいや、これはもう残念ながらサードに残念ながらだと思いますよ。サードに取れないとこにショート、もう本当にセーフティーしよう。いやいや絶対セーフティーされたところでねもう本当に歩いてでもアウトできると時のプッシュやろ、まあ、いやいやプッシュするって分かってるからあんま詰めないからお前にはもう多分ちょっとありますんでね、それは終わりにぜひお時間ある方はね、はい、見ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。